リフレクビートは2010年11月4日に、コナミアミューズメントが発売したビーマニシリーズの音楽、シミュレーションゲームアーケードゲーム。公式略称でリフレクと呼ばれている。海外でも香港、韓国などで稼働している、ポップンミュージック、ユビートと同じく特定の楽器や音楽機材を肩切さないシステムで、あるがタッチパネル対戦という要素を取り入れており、 今までとはかなり違うシステムとなっている。新感覚対戦型リズムアクションゲームと銘打たれており、業務用ビーマニシリーズ初のタッチパネル採用作品であると同時に、キーボードマニアザード以来の縦画面仕様作品。内部システム基盤は Windows XP 搭載の PC ベースを使用。収録曲については、u b ー t と同じく比較的メジャーな反見曲が多く、 採用されているが、新曲や移植曲問わず、ビーマニオリジナル楽曲も数多く採用されている。タキシュと比較すると、オンラインアップデートが非常に多く、稼働中にコナミスタイルから発売されるビーマニ関連 CD の多くとコラボキャンペーンを行っている。また初代、ライムライトでは、ユビートのアペンドシリーズのように稼働後期に、コレットでは季節ごとに大型アップデートが行われる。 また、ユビートリプルズアペンドでのミヒマル GT に続き、一作目では、ガールネクストドアとのタイアップが行われており、デビュー曲の偶然の確率と、2010年10月に発売されたばかりの最新曲、レディー 2B、A レディーに加え、各し曲としてインフィニティも収録されている。ライセンス楽曲が各し曲として採用されるのは、B マニシリーズにおいて珍しく、 過去にはダンスダンスレボリューションでもライセンス楽曲の隠し曲が存在していた。ゲームディレクターは、で、ロー、サウンドディレクターは、クリスプ・ジョイバックスと、DJ ・トッドが務めている。音楽ゲーム、エアホッケーの要素を搭載。画面上のオブジェクトを判定ライン上でタッチし、消したり相手へ弾き返したりしながら、相手とスコアを競う。プレイで流れる楽曲は、 指糸と同じくリズム合わせの指標として使われ、オブジェクトをタッチした場合は、キー音ではなく、タッチ音が聞こえるようになっている。タッチ音は固定ではなく、カスタマイズ画面から変更化。各楽曲には、レベルと3つの難易度が設定されている。グルービンより、スペシャルが追加され、4段階となった。ただし、スペシャルのみ全ての楽曲にあるわけではない。 有給のリフレッシアからハードより高難易度のホワイトハードが追加しており、この譜面限定のオブジェクトが出てきている。タッチ判定はジャストグレートグッドミスの4種類。ジャストは3点、グレートは2点、グッドは1点が加算され、ミスは3点減点となる。初代のみミス判定を出すと得点表示1にダメージ情報が表示される。オブジェクトを グッと判定以上でタッチし続けると、スコアとは別に、コンボが加算されていき、最後のオブジェクトまで一度もミス判定を出さず、コンボが継続されると、フルコンボとなる。また、オブジェクトをタイミングよくタッチし続けると、ジャストリフレクゲージと呼ばれるゲージが溜まっていく。同ゲージの表示位置は、初代が画面下部、ライムライト以降が自分側スコアの右下部。ゲージは、 グッと判定以上で蓄積されるが、ジャスト判定が多いほどゲージは溜まりやすい。ゲージは最大3個まで蓄積化。ゲージが1個以上溜まっている時にゴールドオブジェクトをジャスト判定でスライド処理すると派手なエフェクトをまとった通常よりも反射回数の多い動きが大きく認識しにくい。オブジェクト、ジャストリフレクを相手に向けて放つことができる。ジャストリフレクを放つと、 ゲージが一つ消費される代わりに、通常のジャスト判定3点に加えて、ボーナスとして10点が加算される。逆に相手が放った、ジャストリフレクをミスした場合は、通常の減点に加えて追加ダメージとして10点、減点となる。最終的に点数の高い方が勝利となるが、フルコンボを出すと50点、1ミスで25点、2ミスで10点のボーナスが入る。そのためフルコンボを出す。 できる限り多くのジャスト判定を取る、ジャストリフレクを多く放つと、近い腕前のプレイヤー同士の対戦では、ある程度の戦略の立て方によっても勝敗が左右される。グラビン。アッパーで、フルコンボ、1ミス、2ミスボーナスがなくなった代わりにアッパーゲージマックス、ボーナスで50点、アッパーゲージ LV2 ボーナスで25点、アッパーゲージ LV1 ボーナスで10点となる。グラビン。 まで及びボルツァでは3ミス以上で、ボーナスが入らなかったが、ボルツァ2で、従来のミスカウントボーナスとグルーブボーナスが選択できるようになり、グルーブボーナスはアッパーで適用されていた、アッパーゲージボーナスと同じシステムになる。対戦結果はジャストリフレクや、ダメージも含めた、総合点数できそうが、それとは別に、アチーブメントレートとそれに対応したランクが存在する。AR は、 純粋にどれだけいい結果を出せたかで決まる。上限値は100.0%でジャスト判定が多いほどレートは高くなる。ただしジャストリフレクのボーナスもあるため、スコアはその限りではない。ランクはトリプル a c までの6段階で、トリプル a は95.0から100.0%、トリプル a は90.0%以上、AA は80.0%以上。 A は70.0%以上、B は60.0%以上、C は60%未満。ただしフルコンボを取っても AR は上乗せされず、ミスの減点もないため、1ミス以上でも良い判定を多く獲得した結果、フルコンボ達成時よりも AR が高かったという事例も少なくない。他機種と違って、この機種でエクセレントと言われるのは、 AR100% かつジャストリフレクをすべて打つことである。全国のプレイヤーとマッチングしてオンライン対戦を行うオンラインバトルと店舗内のプレイヤーと対戦するローカルバトルの2種類。初代ではコナミの電子マネー、パシリーを使用してラウンド保証をつけた場合は強制的にオンラインバトルになっていた。 ライムライト以降は、パッシリー追加課金で開始してもローカルプレイを選択できるが、一定時間対戦相手が現れない場合は、強制的にオンラインプレイとなる。ステージカウントは、すべてラウンドで表記される。曲と難易度を決定してからマッチング時間があり、その間に対戦相手が現れなければ、コムとの対戦になり、マッチングされると対人戦となる。ライムライト以降で、 パッシリー追加課金を選んだ場合は、マッチング時間が延長される。ライバルボタンをタッチすると、現時点で、マッチング待機中の対戦相手が表示され、それをタッチすれば、すぐに対戦を始めることもできる。ただし、他の人に先に入られる、相手のマッチング時間切れ等の理由で、必ず対戦できるとは限らない。対戦相手に勝利する、 敗北しても AR70.0% 以上であればステージクリアとなり敗北かつ AR69.9% 以下であればそのステージで終了となる。ただしラウンド保証等パシリー追加課金を行った場合と勝者が AR70.0% 以上だった場合 PC ランクで敗北してもセーブ度となり最終ステージまでプレイ可能。対戦相手を募り 店内対戦を行う。初代のみ一人だけでもコム対戦でプレイ可能だったが、ライムライト。なおライムライトでは全ステージ終了後行われる相性診断の結果が90%以上であれば、リフレクジを引くことができ、クジの結果によってライムを1個または6個獲得できる。グラビンで追加されたモード。あらかじめ提示されたお題をクリアし、ボスバトルに挑む。 失敗しても必ず3曲保証されることから、ビートマニア X の STEP アップモードに近い。また、パシリーを使用すれば、エクストララウンドに進むことができ、最大で4曲プレイ可能。グラビンで追加されたモード。対戦相手である、リフレク名人の体力を例に、なおかつ自分の体力を例にしないよう、試験に挑む。曲の途中で、自分の体力が例になる。 または曲を完走できたとしても、名人の体力が一でも残っていた場合、その時点で検定、認定試験は終了となる。検定試験、編集テーマに沿った検定をプレイする。中には各種楽曲やスペシャル譜面があり、これをクリアすると、リフレクショップで購入できる。認定試験、編集自分の実力を測るモード。3曲すべてクリアすると段位が授与される。 ボルツァで追加されたモード。自分の実力を測るモード。前作のリフレク道場の認定試験にあたる。ただし、前作における相手の HP にあたるものが存在しないため、やや緩和されたかと思われる。ボルツァ2で追加されたモード。決められた楽曲の中から4曲選択し、1つのライフゲージでプレイするモード。ライフゲージは、ハードゲージと見た目は同じだが、 判定が異なり、グッドでもライフが減らない。選択できる楽曲は定期的に変更される。ツイッターにてリクエストが可能。プレイごとに貯まるポイントが一定に達した場合、隠し要素が解禁されていく。解禁ポイントは後半になるにつれて大量に求められるが、フィルボーナスを獲得することによって獲得量を増やすことができる。そのためただ闇雲にプレイするのではなく、 フィルボーナスを理解して、なるべく多くのポイントを獲得できるようにプレイしていくことも重要となる。フィルボーナスの例としては、パシリーで追加料金を支払う、同じレベル及び難易度の楽曲をすべてクリアする、全不明を対象にクリアマークを一定数獲得する、スタッフとマッチングするなど、初代で使われるポイントは、経験値で、経験値を稼ぎレベルを上げることで各視局が、 解禁されてゆく。稼働当初は1日に大量にプレイすると、獲得経験値に補正がかかったが、ほどなく廃止された。自分よりレベルが高い相手に勝利すると獲得量が増えるほか、グレードが高ければ高いほど解禁に有利となる。CPU 相手の場合獲得経験値や、グレード上昇量が低くなるので、なるべくオンラインバトルか、ローカル対人戦が推奨される。 ライムライトで使われるポイントは、ライム。ライムの種12個で1個出来上がるライムをグラスに注入して、ジュースにすることで、隠し要素が解禁されていく。グラスが、ジュースで満たされると、グラスが完成し、次回以降別のグラスを選んで、ライムを注入する。なお種の足りないライムは次のステージには持ち越せず、グラス完成時に余ったライムを別のグラスに注ぐことも、できない。 グラスは稼働時に一定まで進むと進行不能になり、しばらく期間を空けて段階的に追加されていく。グラスを完成させると次のグラスの容量は基本的に大きくなっていき、特に後半ではグラス1個の完成にライム数百個が必要となる。さらに同じレベルのグラスが複数存在したり、解禁楽曲クリア等の条件を満たさないと登場しないグラスもある。 今作でも CPU よりも対人戦を行う方が解禁には有利だが勝利することへのボーナスや格上相手との対戦によるボーナスがなくなった。グレードは存在するが純粋な腕前、マッチングの指標、1から2曲目のレベル制限に使われるに過ぎない。コレットには隠し要素の解禁手段が複数存在するが、いずれもすべて基本的におにぎりの個数で示される。 アドベンチャーポイントが基準となる。なおグレードはコレットのシンボルマークで表され、中央の大パレットの色と周囲の小パレットの数で分類されるが、ライムライト同様に純粋な腕前、マッチングの指標、1から2曲目のレベル制限に使われるに過ぎない。リフレックスタンプ、編集コレットの解禁要素。1日1回最初のプレイ時に無条件で1個スタンプを押すことができ。 これを集めることによって、ショットオンや BGM 等を解禁したり、口述するパステルアドベンチャーで使用するパステル君の装備品強化ができるようになる。また、プレイ回数など、特定の条件下で、スタンプチケットを獲得でき、10枚集めるごとに1個スタンプが押せる。ゴールデンウィークや夏休みといった休みが続く時期には、スタンプが2倍になるキャンペーンを行うことがあり、 キャンペーン期間中は1日1回最初のプレイ時にスタンプを2個押せる。ただしスタンプチケット10枚で押せるスタンプは2倍にならない。パステルアドベンチャー編集コレットでメインとなる解禁イベント。季節ごとの大型バージョンアップによってイベントが追加され、冬山登山をテーマにした、コレットクライミング、園芸をテーマにした、コレットガーデン釣りをテーマにした。 コレットフィッシング、秋の味覚狩りをテーマにしたコレットハーベストの4種類がある。まず1ステージごとに対戦結果に応じておにぎりを獲得、それをパステル君が食べることでアドベンチャーポイントに変換される。おにぎり獲得数の合計値が小数点以下の場合も全てアドベンチャーポイントに変換されるが、プレイデータに保存される累計獲得数は小数点以下切り捨てとなる。 1>, 1プレイ終了後にイベントを選択する。なおイベントを選択して、はいボタンを押した後に再びイベント選択画面に戻ることはできない。また、全楽曲解禁済みで、コンプリート、マークがついたイベントも選ぶことができない。オールシーズンズバージョンでは、ジャンピングパステル君チャンスが発生しており、これにより楽曲解禁への必要プレイ数が格段に緩和された。コレットクライミング。 編集ウィンターバージョンのイベント。ウィンターバージョンではこのイベント自体がパステルアドベンチャーと呼ばれていたが、スプリングバージョン稼働開始に伴い解消された。登りたい山を選ぶと、コムを含む1プレイ中に対戦した対戦相手のパステルくんが仲間に加わり、おにぎりによるアドベンチャーポイントに総合的なプレイ結果等のボーナスポイントが加算される。集計終了後に登山が始まり、 ゴールもしくはチェックポイントに到達すると楽曲が解禁される。対人戦が多いほどボーナスポイントを多くもらえるため解禁に有利となる。また天候も異なり、天候の悪い山は同じ距離を進むために天候の良い山よりも多くのポイントが必要となる。全バージョンであるライムライトの隠し曲もこのイベントで解禁できる。最後に追加される山、伝説の山の頂上に到達して、 バロンガを手に入れると、ネームカラーが紫色になる。ジャンピングパステル君チャンスが発動すると、スノーモービルに乗るパステル君のカットイン演出があり、進む距離が大幅に伸びる。コレットガーデン、編集スプリングバージョンのイベント。台に並んでいる3色の植木鉢に種をまき、その後自分を呼び込むを含む1プレイ中に対戦した、対戦相手のパステル君を種をまいた植木鉢に、 配置する。配置完了後、育成開始ボタンをタッチすると、パステル君が植木鉢に水をまいて種が成長し、種が開花すると楽曲が解禁される。ただし最初から用意されている植木鉢は3個で4曲以上解禁するためには、楽曲を2曲解禁すると登場する工房に置かれている設計図にパステル君を配置して植木鉢を屋台を新たに作る必要がある。 植木鉢に巻く水量は、アドベンチャーポイント及び装備レベルに応じて増える。さらに、植木鉢と同じ色のバッジが表示されたパステル君を配置することで、成長率及び工房の作業深度に補正がかかり、解禁に有利となる。なお、画面右下にある、今回は帰るボタンをタッチすることでそのまま終了させることもできるが、ポイントは次回プレイに持ち越されず無駄になってしまう。 植木鉢や設計図に配置可能なパステル君が一匹でもいれば、イベントは進行できるため、どうしてもパステル君を配置できない場合に飲み使うことが推奨される、非常手段と言える。最後に追加される、種、伝説の種が開花して、ストレーマー値が解禁されると、ネームカラーがピンク色になる。ジャンピングパステル君チャンスが発動すると、パステル君が液体肥料を投入する。 カットイン演出があり、種の成長速度及び工房の作業深度が大幅に向上する。コレットフィッシング、編集サマーバージョンのイベント。行く島を選ぶ。マップ上の島をタッチすると、自分を呼び込むを含む1プレイ中に対戦した、対戦相手のパステル君が船に乗ってその島に移動する。原則として1プレイでは前回と同じ島もしくは一つ、隣の島にしか移動できない。 また島によって釣れる魚の傾向が違ってくる。使う餌を選ぶ。普通の餌は回数制限はないが釣れる魚の数も少ない。銀の餌、金の餌は回数制限はあるものの釣り針の色が変わり釣れる魚の数が多くなる。銀、金の餌は指定オーダーをクリアする等の方法で入手できる。餌の選択後、餌が巻かれてパステル君が釣りを始める。 釣れる魚の量は、アドベンチャーポイントの多さ、装備レベルの高さ、餌の質に応じて多くなる。全員が釣り終えた後、釣った魚に対応したゲージが上昇し、対応した魚のゲージが満タンになると楽曲が解禁される。ゴミもしくは楽曲解禁済みの魚を釣った場合は、環境保護ゲージが上昇し、これが満タンになると、スタンプチケット、または、 プレイヤーアイコンを獲得できる。コレットガーデンと同様に、今回は帰るボタンが備えられているが、ポイントが無駄になる上、コレットガーデンと違い環境保護ゲージでも、得点を得られることから推奨されない。最後に追加される魚、伝説の魚のゲージが満タンになって、ワタつみが解禁されると、ネームカラーが水色になる。 なお、オータムバージョン稼働までは全楽曲の解禁が終了した後もこのイベントを選択して環境保護ゲージを稼ぐことができたが、オータムバージョン稼働後はコンプリート、マークが表示され選択できなくなる。ジャンピングパステル君チャンスが発動すると投げ網漁をするパステル君のカットイン演出があり、釣れる魚の量が大幅に増加する。稼働後期のアップデートにより、オールシーズン開始までは、 黒船が登場するようになった。すべてのラウンドで曲名かアーティストに黒96ブラックのいずれかが含まれる楽曲を重複せずにプレイすると黒船に遭遇できる可能性がある。遭遇できた場合、黒船がいる島に移動して釣りを行うと無条件でペリーです。豚パンチが解禁される。ただし黒船がいない島に移動したり餌を選択する前に 今回は帰るボタンで終了させると解禁されない。さらにフラグは次回プレイには持ち越されないため、再度条件を満たして黒船に遭遇する必要がある。また、黒船追加とほぼ同時期に新エリアが追加された。新エリアと既存エリアの間は、マップ上にある渦を使って行き来し、移動後は自動的に渦の隣の島に移動する。伝説の魚を含む一部の魚は、 新エリアでしか釣れないため、全楽曲解禁には、新エリアでも釣りを行う必要がある。コレットハーベスト、編集オータムバージョンのイベント。収穫したいカゴを選び次に行く森を選ぶ。その後分岐路を一定数進んで作物を収穫していく。カゴがいっぱいになればそのカゴに応じた楽曲が解禁される。基本的に収穫量はランダムだが、 直感を発動すれば最も多くの作物を収穫できる方向へ移動できる。オーダーをクリアすることで入手できる直感促進ドリンクを使用すれば直感使用回数を増やせる。魔法の時計を使えば曲がり角の数が増え収穫チャンスが増す。選択した森により作物の出現傾向が異なる。最後に登場する伝説のカゴをいっぱいにして ホールンリーブスが解禁されると、ネームカラーが大色になる。ジャンピングパステル君チャンスが発動すると、直感促進ドリンクを飲むパステル君のカットイン演出があり、作物の収穫量が大幅に増加する。戦乱のバーデイ、編集オータムバージョンのさらなるイベント。短編小説仕立てで、第1章、第2章、最終章の3部構成。 参加にはヤームスメントへの登録が必要。最初にイベントサイトのトップページにある序章を読んで、物語を始めるをクリックすることで、イベント開始となる。各ページのヒントから、クリア条件を推察し、原則として推察した条件に沿って、ゲームをプレイすると、ランプが灯るが、本作品のスペシャルサイト内に条件が隠されていることもある。 第一章から順番に進める必要はなく、ヒントが共通であれば異なる章のランプを同時に灯すことも可能。四つのランプをすべて灯すとページが追加され、追加されたページを開いた後でプレイ開始するとオーダーショップに専用オーダーが現れる。オーダーのクリア条件を推察して、オーダーを受注しクリアすると、ランプの上にある肖像画に解放せよの文字が出現し、 それをクリックすることで楽曲が解禁される。パステルワンダートラベラー、編集オールシーズンズバージョンのイベント。パステル君の工房から、ワンダークロックの針を奪ったモンスターを討伐して、針を奪還すると同時にパーツを集めて、ワンダークロックを完成させるというストーリー。パステルアドベンチャーと違い、全ラウンド終了後ではなく、ファイナルラウンドの選曲画面から進む。 あらかじめ条件を満たしておくと、ファイナルラウンドの選曲画面に専用項目が登場するので、これを選択すると突入する。一度突入すると、通常の選曲画面には戻れない。対戦したいモンスターと挑戦する、難易度を選んで対戦を開始する。対戦画面は通常と異なり、得点表示部分には HP が、AR 表示部分にはライフゲージがそれぞれ表示されている。 また対戦開始時のコールおよび画面表示が初代と同じバトルスタートとなっている。基本的にプレイヤー側のタッチ判定で双方のダメージが決まり、ジャスト判定でモンスターにダメージを与え、グレート判定は双方ダメージなし、グッド及びミス判定で自分がダメージを受ける。ジャストリフレクを放つことで HP を10回復でき、逆にジャストリフレク対象のオブジェクトで、 ミス判定を出すと追加ダメージを受ける。楽曲が終了するまでに自分の HP が1以上残っていればクリアとなり、その時モンスターの HP が0であればモンスターを討伐してワンダークロックの針を奪還することができる。クリアでもモンスターの HP が1以上残った場合は討伐とはならない。自分の HP が0になるとその時点で対戦が強制終了しフェールドとなる。 またモンスターの HP が0になっても対戦は続き、楽曲終了までに自分の HP が0になると、やはりフェールドとなる。1回で討伐できなくてもモンスターの HP は回復せず、次回は同じ状態から再挑戦できる。4体のモンスターを全員討伐し、ワンダークロックのパーツを4個集めた後で専用項目を選択すると、 ボスモンスターとの対戦になる。ボスモンスターを討伐すると、ワンダークロックが完成し、モンスター4体及びボスモンスターの楽曲をまとめて獲得できる。ただし討伐できなかった場合は、他の4体のモンスターが HP が若干回復した状態で復活しはりが再び奪われる。そのため、ボスモンスターに再挑戦するには、 再び4体のモンスターを討伐して針を奪還する必要がある。ボスモンスターを討伐するとネームカラーが濃い青色になる。また、この楽曲で遊ぶの上の吹き出しを数秒間タッチ。すると、ボスバトルモードオプションがつき、パステルワンダートラベラーと同じルールで遊べる。ボスモンスター討伐後もイベントは続き、それぞれのモンスターを複数回討伐することで、 カスタマイズアイテム等を獲得できる。ただしこの状態では、モンスターの HP に与えたダメージを持ち越すことができなくなるため、一回で仕留める必要がある。またモンスターを全滅させて、周回数を重ねるごとに、プレイヤーが受けるダメージと敵の HP が徐々に増大していく。以下、楽曲の一覧である、パステルワンダートラベラーに突入すると、オーダーの選択ができないため、 参考として掲載する。オーダー、編集スプリングバージョンから追加された。リフレックスタンプやパステルアドベンチャーなどの解禁要素を補助する役割。楽曲選択画面の右下に表示されているオーダーショップを選択すると様々な条件が書かれたオーダーが一覧表示される。好きなオーダーを受注して指定された条件を満たすことで1ステージ終了時に欠片を獲得する。 一定数の欠片を集めるとクリアとなりリフレックスタンプのスタンプチケットパステルアドベンチャーの装備品といった報酬がもらえる。オーダーをクリアしてオーダーレベルを上げることで新しいオーダーが追加されたり同時に受注できるオーダー数が増える。2回以上受注できるオーダーも多いが2回目以降は報酬が少なくなる。受注したオーダーを途中で取り消しても集めたかけの 数は保持され、取り消した時の状態からいつでも再開できる。サマーバージョンでソートおよびロック機能が追加された。ソート機能にはまだ一度もクリアしていないオーダーを優先表示する、未クリやニューマークのついたオーダーを優先表示する、ニューなどがある。ロック機能は2回以上受注できるオーダーを受注後そのオーダーに付随する、ロックボタンをタッチすることで有効になる。 ロックされたオーダーは、クリア後自動的に、再受注され、一覧から選び直す必要がなくなる。もう一度ロックボタンをタッチすると、ロックが解除される。オールシーズンズバージョンでおすすめが追加されたが、結局は不明のままだった。腕試し編オーダーは、実力が問われる。初代、ライムライト、コレットの季節別に初級から上級が用意されており、 初級と中級は 1ST2ND ファイナルの3ステージ制、上級と超上級は4ステージ制で構成されている。そして腕試し編ファイナルのオーダーをクリアすれば通り名を獲得できる。初級から上級のファイナルをクリアすると腕試し編超上級オーダーが出現。超上級のファイナルをクリアすると最後には伝説級の腕試しオーダーが待ち構えている。 伝説級のオーダーは各バージョン伝説の楽曲のハードを AAA でフルコンボをしなければならない最難のオーダーである。ただし、ライムライト伝説の楽曲ヘレッティカスについてはフルコンボが極めて難しいことからハードを AAA でクリアと条件が少しゆりいい。オーダーは最終的に全部で231個。前作とは異なりゲーム開始時。 ショップにて楽曲を購入することで解禁できる。楽曲によっては、リフレク道場の検定試験をプレイして、クリアするなど、特定の条件を満たさないと、ショップに並ばない。また、ショップで購入することができず、リフレク道場でプレイし、クリアすると、自動的に解禁される曲も存在する。ショップでは一部の楽曲に搭載されたスペシャル譜面も、販売している。特殊型として、 ベリーです。のスペシャル譜面は、パステルワンダークエストで停泊している黒船をタッチすると、プレイ終了後に、スペシャル譜面が解禁される。ボルツボルツに、編集新たに、ボルザキーが追加され、3曲終了後に選択できる、ガレージから、楽曲、譜面、ステージフレームなどを解禁することができる。ボルザキーは、楽曲プレイ、クラスチェックモードのクリア。 レフティスなどで獲得することができる。前日の通り、各種曲はゲームプレイで解禁していく。解禁方法は5種類ある。レベルを上げて解禁させていく。レベル解禁型。楽曲のプレイ順で解禁させる。楽曲選択型。他の機種とプレイする他機種との連動型。リフレクショップで楽曲を購入する。楽曲購入型。リフレク道場の検定試験で、 特定の曲をプレイしてクリアすると購入できるリフレクド場型。どれにも当てはまらない特殊型。このうち楽曲選択型はオンラインプレイしか解禁できない。ライムライトではステージ終了時にライムの種を獲得し、主従2個で1個作られるライムをグラスに貯めていく解禁方式である。グラスが満タンになる、あるいは一定量に達すると楽曲が解禁される。 コレットでは、ステージ終了時におにぎりを獲得して、パステル君に食べさせ、ゲーム終了時に、そのポイントで戦術した、パステルアドベンチャーを進め、登山や花の栽培等を行う解禁方式である。ウィンターバージョンはゴールもしくはチェックポイントに到達。スプリングバージョンは、植木鉢の種が開花。サマーバージョンは、魚メーターが満タンに到達。オータムバージョンは、 カゴがいっぱいになると楽曲が解禁される。楽曲選択型の一例として、u n リ i m i t e d Fire ダイヤモンドダストトライツーシングバージョンマイナスの順にプレイすると、u n リ i m i t e d Fire トライツーシングバージョンマイナスが解禁される。さらに1プレイ中で2回以上人選をクリアすると、ファイナルステージで隠し曲が選択可能になる。この隠し曲は何度もプレイすることで、 ファイナルステージ以外でも選曲可能になる。コレットでは通常選曲できるようになるまでの経過がグラフ等によって把握できるようになる。同じ譜面のプレイでは解禁しづらく、ベーシック、ミディアム、ハードそれぞれ2回ずつプレイすることで最短で解禁される。リフレクビートのオブジェクトは以下の3種類のいずれかに該当し、それぞれ仕様が違う。通常オブジェクトオブジェクトにある輪が、 金色のもの。タッチすると相手に向かって跳ね返る。タッチした方向によって反射方向が変化したり、分裂する、高速で打ち返される、途中で消えるといった効果が出るものもある。ジャストリフレクを放てる唯一のオブジェクト。ロングオブジェクトは付随しない。通常オブジェクトオブジェクトにある輪が黒いもの。タッチすると跳ね返らずその場で消える。2トップ。 三トップオブジェクト通常の判定ラインの上部に2個の判定ポイントがあり、判定ポイントに向かって緑色のオブジェクトが飛んでくるので、判定ポイントに来たらタイミングよくタッチする。二トップと銘打っているが必ずしも同時押しオブジェクトとは限らない。初代はミディアム以上の難易度でのみ登場。ライムライト以降はベーシックにも登場し、ハードでは三トップに進化。 さらに、ロングオブジェクトが付随されるようになった。隠しコマンドとして、レベル相当を選択し、573の順に選ぶと、トップオブジェクトが、初代のようにランダム振り分けが発動する。ランダムだと入れ替わるだけだが、S ランダムで振り分けがバラバラになり、S ランダとチェーンオブジェクトが分解され、非常に難しくなる。バーティカルオブジェクトバーティカルに向かうオブジェクト。 つまりはサイドで跳ね返らない。このオブジェクトにも通常オブジェクトの2種類存在し、ゴールドはジャストリフレクを発射できる。グラビン。より追加されたが、コレットまでの曲でも従来のオブジェクトに置き換わっているものがある。中には、蒸気の要素の他に、以下の要素が付随したオブジェクトも存在する。ロングオブジェクト通常オブジェクト以外に付随する要素。視点でタイミングよくタッチした後、 そのまま最終点までタッチし続ける。視点でタッチし、損ねるのはもちろん、途中で離してもミスになる。他のオブジェクトと違って離した位置が最終点に近いほどダメージは少ないが、見逃すと6点減点という大ダメージを受ける。ただし相手の放ったジャストリフレクがロングオブジェクトに変化した場合、追加ダメージは減点量に関係なく10点を必ず失う。 チェーンオブジェクトチェーンで繋がれた二つ以上のオブジェクトは同じ場所に向かい連なって飛んでくる。リズムが8分の時によく使われる。オブジェクトの中にゴールドオブジェクトがあればジャストリフレクを放てる。最後のオブジェクトがロングオブジェクトであったり、二本以上のチェーンを違うタイミングでタッチさせるトリルが登場することもある。放った。 ジャストリフレクが等オブジェクトに変化した場合、最初のオブジェクトのみジャストリフレクの対象となる。ロングオブジェクトと複合することもあるが、この場合ロングオブジェクトとなるのは最後のオブジェクトのみである。同時押しオブジェクト黄色い光をまとった複数のオブジェクトは同時のタイミングで飛んでくる。チェーンオブジェクトやトップオブジェクトと組み合わせられることもある。ロングオブジェクトの場合は、 視点が他のオブジェクトと同時のタイミングであるかどうかで同時押しであるかどうかを判断する。ビッグバンオブジェクト今までのオブジェクトより大きいオブジェクト。操作はタッチ同様、どこをタッチしても反応し派手な演出をする。UQ のリフレッシアより追加。スイッチロングオブジェクト UQ のリフレッシアより追加。同様のホワイトハード譜面限定オブジェクト。 ON と書かれたオブジェクトは押し続け、OFF と書かれたオブジェクトは指を離すギミックである。落ちてくるオブジェクトに続いて、大部分をスライド操作でなぞるスライド。ボルツァより追加。古いバージョンの曲には存在しないが、ボルツァより追加された楽曲、また、リニューアルフ面などに実装されている。リフレクビートリフレクビート背景は紫を基調にしている。 ユートリプルズアペンドでのミヒマル GT とのタイアップに、続いて今作はガールネクストドアとタイアップした。稼働開始当初の収録曲は70曲だったが、後に数回のアップデートが行われ、2011年7月14日のバージョンアップ、バージョン1.5によって最終的に93曲となった。2012年1月31日に E、いいアミューズメントサービス終了。 リフレクビートライムライトリフレクビートライムライト2作目2011年11月16日に新規導入増大店舗において先行稼働が開始されその他の店舗では11月24日より稼働開始ライムライトと略される稼働当初の収録曲は139曲であり順次アップデートで新曲新機能が追加され二千十二年十月一日の アップデートにより最終的に191曲となった。また、リフレックビートからもプレイヤー名、クレード、解禁曲等のプレイデータを引き継げる。2011年6月22日よりロケテストが行われた。東京、名古屋、大阪で行われた第一回ロケテストでは、スコア計算式が10万点形式と大きく変更されていたが、 不評だったためか広島での第2回ロケテストではリフレクビートと同じ仕様に戻った。白と黄緑を基調にしたデザイン、対戦を連想させる、表現の抑制、パステル君がシリーズのマスコットキャラクターとして採用されるなどポップンミュージックのように幅広い層に遊んでもらえるよう訴求している。楽曲の選択画面が指ビートのようになった。今作では経験値が ライムになった。そのため経験値ではなくライムの種を集めてライムを作ることで隠し要素が解禁される。ベーシック譜面でも2トップオブジェクトが使用され、ハード譜面では3トップオブジェクトになるなどの変更点がある。レベルに10が追加された。楽曲ソートにリフレクビート、ライムライト、半見曲、オリジナルが追加された。 パシリー使用時にプレミアムスタートを選択することでさらに細かい指定も可能。u b i t に実装されている今日のおすすめ楽曲機能の追加。日替わりで2曲選ばれプレイすることで通常よりライムの種を多く獲得できる。リフレクビートから引き続きビートマニア X19 リンクルとの連動イベントリンクルリンクを実施。 2012年2月のアップデートにてプレイ待ち一覧の拡張が可能となった。2012年3月のアップデートにてお気に入り機能が実装された。対人戦終了後、対戦結果表示中に表示されるお気に入りボタンを押すと相手プレイヤーが自分のお気に入りリストに追加される。筐体では自動マッチングでお気に入り登録したプレイヤーが選ばれたり、 プレイ待ち一覧で星マークが表示されているプレイヤーに対戦を申し込み受理されると対戦後に獲得できるライムの種が増量される。また、E、アミューズメントゲートからは登録プレイヤーのプレイデータ閲覧リストの管理ができる。同社が稼働させているクイズゲームクイズマジックアカデミー賢者の扉とのコラボイベントとして、 特定の条件を満たすことによって、同ゲームの楽曲や、キャラクターアイコンが使えるようになる。2012年5月23日で一旦、終了したが、後日のリフレク夏祭り7月分アップデートで、再び獲得可能となった。リフレクビートの1.5同様、リフレク夏祭りとして2012年6月7月の2回に、分けて大型アップデートが行われた。 2012年10月のアップデートにて、コナミアーケードチャンピオンシップ2012開催記念として、大会の課題曲を含んだ、ライムライト EX グラスが追加された。2012年12月31日に、E、アミューズメントサービス終了。リフレクビートコレットリフレクビートコレットオールシーズンズ、リフレクビートコレット、2012年11月21日稼働開始。 シリーズ3作目。11月21日に新規導入、増大する一部店舗において稼働が開始され、11月28日には、その他の店舗でも稼働開始。2012年6月28日から7月1日に、東京、7月6日から8日に。稼働当初の収録曲数は216曲。イメージキャラクターは、前作ライムライト同様パステル君。 ゲームシステムはライムライトを踏襲し一部強化。プレイ画面は、ほとんどの操作ボタンを円形、または楕円型にする、丸みを帯びた書体を多用する、等、ライムライト以上にとっつきやすさを重視している。初代リフレクビートライムライトと、同様、ライムライトからのプレイデータ引き継ぎも実装している。ロケテスト時は、サマーと銘打っており、季節ごとに、プレイ画面の色使いの変化、楽曲や、 各種カスタマイズの追加等のアップデートを行うと、された。製品版はウィンターからスタートして、スプリング・サマー・オータム・オール・シーズンズと順次変更される。筐体やプレイ画面のテーマカラーはウィンターが紫、スプリングがピンク、サマーが水色、オータムがオレンジ、オール・シーズンズがカラフル。ジャストリフレクゲージの上限値を3個から5個に拡張。 またライムライトまでは横方向にスライドしないとジャストリフレクを放てなかったが、今作では下方向へのスライドでも放てるようになった。相当機能も向上し、J-POP、アニメゲーム、バラエティ、コナミオリジナル、バージョン、コレットといったジャンルに加え、曲名順、アーティスト名順、レベル順、AR 順などで照順による表示切り替えが可能。前者であるジャンルは、 ヒットチャートとして選曲回数をランキングで見ることができる。現在の実力ではクリアすることが難しいと思われる楽曲のレベル、表記部分に震えるパステル君が表示される、ブルブルパステル君が搭載された。クリアできるか微妙な場合は、大丈夫クリアできる可能性が低い場合は、これは危険、とそれぞれ表示される。表示は、 基本的にグレードから判断している。iOS 版、リフレクビートプラスとの連動要素が追加されるとされていたが結局実装されなかった。e アミューズメントに登録して、プラスで連動設定後、異なるテンポでコレットを1プレイすると、フラッグを獲得、フラッグの数や獲得地域によって、プラスコレット双方で得点が得られると見られるというもの。 二台以上導入している店舗で、従来のローカルプレイに加え、お助け、プレイが可能となると予告されていたが、実装されなかった。初代のラウンド保証、ライムライトのプレミアムスタートに相当するパシリン、専用の追加課金メニューは、バリューパックスタートとなる。低価格の筐体と安定的なアップデートを提供する代わりに、売上の一部をコナミと分配する、レベニューシェアモデル、E。 アミューズメントパーティシペーションを導入。後に数回のアップデートが行われ、最終的に423曲となった。リフレクビートグラビン。リフレクビートグラビン。シリーズ4作目。イメージカラーは、ライムライトのような蛍光色の黄色。イメージキャラクターは、前作コレット同様パステル君。譜面難易度に、スペシャルが追加された。ダンスダンスレボリューションのチャレンジに近い。 新オブジェクトにバーティカルオブジェクト追加。判定ラインに対して垂直に移動する。新モード、リフレク道場追加。検定試験や団員試験をプレイするモード。検定試験は、同社のゲーム、ユビートソーサーフルフィルでのコースモード。認定試験は、ビートマニア X の団員認定に近い。リフレと呼ばれるゲーム内通貨で、楽曲や各種カスタマイズを購入する。 本稼働に先駆け、グラビン。ロケテスト機、またはコーレットをプレイした際にリフレを獲得できるイベントを行っている。楽曲終了後、店舗内ランキング閲覧機能追加。また、その画面からフレンドを申請することができる。選曲画面では表示カテゴリーを絞って表示させることができる。リザルト画面で、次ラウンドのマッチングを直接選択できる。 クイックマッチング機能追加。リフレクビートグラビン。アッパー4作目の大型アップデートバージョンで、クルービンの完結編。アッパーゲージを追加。一人プレイ専用の、ハードモード、スーパーハードモードを追加。プレイオプションから、設定変更できる。ミュージックセレクト表示、エキスパートを追加。後に数回のアップデートが行われ、最終的に672曲となった。 リフレクビートボルツリフレクビートボルツシリーズ5作目。イメージカラーは水色。おすすめ、ホルダを追加。店内でプレイ中の他のプレイヤーの所持楽曲が選択できるホルダシェアボックスを追加。リフレクビートボルタに5作目の大型アップデートバージョンでボルツァの完結編。ボルツァでは水色だったイメージカラーがオレンジに変更された。 トップオブジェクトアシスト機能を追加。相手の譜面を消すことが可能になった。ボルツァ以前とボルツァ2で歴代スコア比較表示がされるようになったが、クラビン以来スコアがリセットされた。また、スペシャル譜面の解禁方法が変更になり、AAA で1回、AAA で2回、A、AA で3回、A、AA、以下で5回プレイすることにより解禁される。システムボイスが外国人女性から、 日本人女性に変更された。後に数回のアップデートが行われ、最終的に711曲となった。リフレクビート UQ のリフレシアザリフリーナ、オブエターニティシリーズ6作目。テーマはファンタジー。世界観がこれまでから大幅に一新している。ビッグバンオブジェクト、スイッチロングオブジェクトを追加。譜面難易度のスペシャルがホワイトハードへ変更された。 リフレクビートプラス2011年9月の東京ゲームショーで発表された iOS 4.3以降を搭載しているデバイスで動作する公開当初は iPad シリーズに対応していたが2012年8月のアップデートで iPhone および iPod Touch にも対応した iPhone 版のみ画面を横にして遊ぶことができるアプリケーション本体は無料 標準収録曲は3曲でそれ以外の楽曲はアプリ内のストアで有料販売されている楽曲パックを購入して追加する。グラフィック操作体系はリフレクビートに準拠しているが楽曲譜面やスコア計算などのシステム面ではライムライトに準拠している。すべての楽曲でタイコム線、タイ人線の2種類で遊べる。タイコム線では コンピュータのレベルを1から10の10段階で設定できる。対人戦はオフラインのみ対応。アーケード版と同じく経験値を貯めることによって、オブジェクトタッチ時の効果音、演出、楽曲選択画面の BGM などが解禁される。同一楽曲をすべての難易度でトリプル a 以上のランク、またはフルコンボにすると、楽曲選択画面での枠の色が金色に、 トリプル A、かつフルコンボにすると、プラチナに変化する。アーケード版3作目、コレットとの連動要素が実装される、とされていたが結局実装されずに、グラビン、が稼働した。2013年9月18日に、アーケード版第2作目のライムライトテーマが発表された。2013年9月28日に、新宿アップルストアにて先行プレイが可能。 リフレクビートシリーズ全般を呼び、アーティストであるクリスプ・ジョイ・ワックスの楽曲に登場する薄紫色のネズミのマスコットキャラクター。職業は時計師職人で、好物はモンブラン。黒色とピンク色などの肌の同種族と思われるキャラクターも存在する。書室は初代から収録の楽曲、カラフル・ミニッツのジャケットデザインであり、名前の由来は同曲の歌詞から。 ライムライト以後、シリーズのマスコットキャラクターとして採用されたことで、ゲーム内のあらゆる場面に登場するようになる。他機種では、ビートマニア X19 リンクルのアルマス、ビーマニ連動戦局バトル次度化。で、複数機種に登場したスノープリズムなどにもゲスト出演し、連動イベントでも他機種のキャラクターと共演している。パステル君さんとも呼ばれている。 ありがとうございます。